こちら、サミさん、英文ポロシ考えてまいりました。本日問題はこちら。10秒間でお願いいたします。さあ、できましたか。まあ、A は違いますよね。で、なぜそれを感じるのかと言われたら、空所の左側。そうです。助動詞がいますので、空所のところは動詞の原型ですよね。ですが、選択肢の A は皆さん、イニシアティブ、進行層、名詞でございますので、×。で、残った選択肢は全部動詞なので、今のところは OK。で、その後どうするのかなんですが、やっぱり動詞なので、自動詞なのか、他動詞なのか。で、それを判断するにあたって、空所の右側、確認すると、まずは back、副詞ですよね。で、さらに右側、with you、前置詞プラス名詞でございますので、M。まあ、両者ともに就職語。ですから、言い方を変えると、目的語がないので、空所のところは自動詞を入れた方がいいのか。と思うんですが、皆さん、ここに名詞が残ってますよね。で、後ろに名詞があると言われたら、そうです、空所のところに他動詞を入れるべき。で、そうすることによって、ここの名詞が目的語と判断できますよね。で、その観点から選択肢の B 眺めますと、皆さんは come。まあ、一瞬空所の右側、back。お、come back いけそう。と一瞬思うかもしれませんが、come 自動詞ですので、×。で、残った選択肢 C と D、他動詞はどっちですか？そうです、正解は C。で、正解はそれでいいんですが、選択肢の D の travel。先生、自動詞だったんですか？まあそうでございます。まああまりにも簡単すぎる単語でございますので、自動詞なのか他動詞なのか、まあ考える機会はなかったでしょうが、逆にそのあたりが狙われますからね。あくまでもテストに限ったことではございますが、travel と来たら自動詞。で、応用が効くように、皆さん訳し方、移動するがおすすめでございます。で、あと皆さん見ないよう確認いたしますので、先頭をご覧ください。私は期待しております。で、持って帰ってきてくれることを期待してるんでしょうね。で、何をと言われたら楽しい記憶。日本での楽しい記憶。楽しい思い出を持って帰ってきてくださいね。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面に右があるぜ。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸2番。そこに貼る5個をスラスラ言えるよう重ねさせていただけます。幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。